つまんない。わかります。今日もご主人との婚約を断られました。それは確かにつまらないけど、そうじゃないよ。私の特訓の相手になれる人いないんだもん。せっかくいい感じに不可能支配を扱えてきたのに。パトとかセッカちゃんは単純だし、ハクちゃんは深読みしすぎてよくわからないことするし、カナちゃんは少し考えるから逆にわかりやすいし、メリアは能力使えないし。それは申し訳ないですけど。でもいつかソフィアの軽くらで遊びについてきてくれる人が現れますよ。その時しっかり遊べるように準備しておかないと。いや、むしろ逆だね。楽しむためにあえて私はこれ以上何もしない。何もできないならダメだけど、今は不可能支配もある程度使えるところまで仕上げたし。あとは実践の中で成り行きで成長を楽しみたいね。私にはそれが合ってる気がするよ。ソフィアがそう思うならそれでいいんじゃないですか。どうせ私からソフィアに教えれることはありませんし。ただ基礎体力だけはつけてもらいますよ。体が弱いにしてもスタミナ切れで負けたとなっては情けなさすぎますからね。それも楽しみじゃん。ハンデだよハンデー。私はそれから本当に実践形式の特訓以外サボっていた。トレーニングとか一度も参加したことないんだよね。第1問。全然大滅人生、光滅を。全然下人生、闇滅を。残念、それはただ斬撃の周りを暗くしただけでした。遊びのつもりか。こっちは真剣だっていうのに、さあバカにするのもいい加減にしろ。はあ、遊び心ないな。もうちょい切る。絶対にその笑顔をやめさせる。やっぱりダメだよ。すぐ感情的になる。まだハルドラって人の方が強いよ。もうちょい切る。食べるか。感情的で短絡的。これはまた同じ過ちだね。今回は可能エリアにしかもうちょい切るを使ってないのだけど。この相手ね。天秤地面優勢、人力滅亡。どういうこと？私、アイドルやモデルをやってるって聞いてなかった。自分を偽るのは得意なの。それは映画のオファーが来るくらい。感情的な私はどう？哀れに見えた。なら女優として成功できそうね。演技。とりあえず動かないようにしないと、無防備の極意ってしっかり受け流すんだ。ソフィアちゃんの攻略、わかったかも。能力とかオーラとか使うとスズカステに変えてくる。そうなると私の正気は限りなくゼロ。だけど、こうやって自然にあるものを使ってソフィアちゃん自体を動かしてしまえば一瞬だけど体全体で踏ん張る時間が生まれる。その時が防御が発動できない唯一のタイミング。でもここからはソフィアちゃんを警戒する。確率の低い2度目。それが最初で最後のチャンスになる。次確実にこの岩を利用して私の無防備の極意を発動させないように動いてくる。レカセーションも視野に入れておこう。大事なのは絶対に視野から外さないこと。アルドラ君はソフィアちゃんを視野から外したから小細工をされて負けたんだ。とりあえず自ら来た。この岩は使わないのかな。なら私がもらっちゃおう。不可能支配。全員の力を抑制されて、全員も抑制されて、全国は相性悪いってなると使えるのは私のオーラだけね。待て、オーラ防御も事実変換で逆にできるのならオーラをまとわないのも手じゃないか。ちょっと動きが良くなった。いろいろ私へのタクト対策をしてるような。とりあえずバハートちゃんのオーラ効果を逆にしてると。技術転換。あれ、重くなった。岩はただの岩、間違いない。私をいじったんだ。正解、オーラをなくしたらすごく岩が軽い。はぁ？やられた？オーラをいじってすぐ反撃？想定外だったから避けたけど、いや避けないとまずかった。たとえ壊しても守っても、私が相手の次の動作が見えない分数で遅れる。面白い、ならもうこのフィールドも把握したし、事実変換とオーバーライドを組み合わせて空間の法則を加えてやる。ソフィアをされてるな、ちょっと意外な展開だ。いえ、バハートさんはソフィアをよく研究してます。予選から1回戦、2回戦で一度見せた内容は全部警戒してますね。動きからして間違いなくエミエルから不可能支配のからくりは教えられているはずです。それに加え、事前情報とそこからの予測能力。見ておけ主様。この試合はこれから主様が勝つために必要なことだ。どういうことだ、ネル。ほぼ未来予知に近い予測とそれを判断する能力、これを「真眼」という。見ていて分かったが、つくよみ、色灯や、天の絵、この3人はずば抜けた「真眼」を持っていた。それってどうやって身につくの？経験、知識、判断力、要は自分の持っている情報量から未来予知に近い予測をすることだ。修行では絶対に身につかないものだ。なぜなら修行は大体が同じ相手で同じ手で同じ能力だ。つまり慣れている相手とずっと戦って身につくものじゃないんだ。ちなみにこの真眼、全世界で完成度が高いのはメリアなんだぞ、主様。そうなのです。私の持つ天秤眼は実はネルトリア一族でも私とお母様しか持ってないものなんですよ。普段能力使わないからわかんなかった。は話を戻すが、診断の完成度は知識量と経験、情報もそうだが、それがある程度あれば心理戦で大きなアドバンテージになるのだ。そして今、この試合で有利なのはバハートだ。ソフィアは強い、そして賢く、判断力も私と同レベルと言っていいほど高いだろう。だが経験が少なすぎる、苦戦など一度もしたことないのだろうな。だから今の均衡を崩されると一気に脆くなる。その点、バハートは知識量、頭脳、経験がバランスよく豊富だ。MEL で知識量をカバーしている今、展開次第ではまだ勝機はあるぞ。ですがソフィアには応用力と適応力、そして天性の発想力があります。それで十分カバーできると思いますけど。そうだな、私も別にソフィアが9割勝つと思っている。だが想定外の1割もあり得ると言っているだけだ。そして主様は知っておいてほしい。心眼の精度はどうしようもない、間違いなく劣る。つまり常に戦況は不利、そこからどう勝つか、経験に勝るためにはそれ以上の技術と作戦と運が必要なんだ。アランさんは強い、だけど俺だって対策はしてる、負ける気はないさ。すごいすごい、どんどん良くなる、私の策を容易に超えてくる、手に利き使ってないのに。情報と能力性質からある程度予測できる、ソフィアさんは無理難題を提示してこない。多分手加減するってが、それにさっき MEL を倒したこともあって最初より抑えてるんだ。私は MEL が脅威だからソフィアさんが先手を打ったと思ったけど違う。判断を誤っただけだ。だから今慎重になってる。私を壊さないように。表情からして今はすごく楽しんでる。だから狙うなら今。餌だ。離さないようにしっかり加えてなさい。天秤解除。あからさまな誘導。何度目か知らないけど、今度はどうしようかな。見てみたいな。面白くなるなら当然乗ってあげる。叩きつけてやる。頭が割れて脳みそが出てきてもくらえ、渾身の一撃だ。天秤使い、衝撃幽霊、耐久絶望。まさか地面あったの？大胆すぎるよ。これでデカセーション、使えないでしょ。あとこんなに揺れてたら無防備は無理。ノーオペレーション、もうこんなに岩石の雨の中どこに移動する？オーバーライド、事実変換をする。この目まぐるしい状況変化の中、天秤に心配用幽霊、16絶望。また、モーションキル、アルモン、それに、きっとこの場面をどうにかするひらめきが、考えろ、まだ、無防備の極意は使えてるんだ、だから岩石が当たらない、だからこれ以上余計なことはしない、品格解放で、いや、こんな最高に面白い展開、台無しにするなんてもったいない、ギリギリまで楽しみたい、品格なんて必要ない。例えば、この私のコントロール外の物質全てを私の不可能でコントロールできたなら、物質が理解できないなら、私の物質に変えてしまってから扱えばいい。品格解放はしなくてもこの目だけなら使える。せっかくここまで私を追い詰めてきたんだ。最後まであがかないと失礼ってもんでしょ。パーフェクトコントロール。バハートちゃんに感謝を込めて最後の問題だよ。解けたらご褒美に勝利をあげる。私に到達することが正解とするよ。全部吹っ飛べ。岩を宝石みたいに、ダブなノースイピンクの切り味は当たるとやばい。私の勘がひどく警告を発してる。あれ、速度がいきなり速く。突っ走るな、バカ。せっかくここまで追い込んだんだ。最後まで気を抜かないで。MEL？ ほら、痛みは全部私が肩代わりするから。今度は絶対に一撃入れて、この際は、何度でもあの目に殺されてやるもん。ごめん、ひどいこと言ったのに。間違ってた。私のソフィアちゃんのバハートちゃんを見くびってた。ここまで戦えるなんて思ってなかった。勝率は変わらない。怖い。私は戦えない。でもね、抗ってやれるって気もあるのかもって、バハートちゃん見てたらそう思ったの。加藤、もう偉そうなことは言わない。バハートちゃんが求めるものはちゃんと出すよ。わかった。なら一緒に勝利を求めよう。貪欲に。NH も戻ってきたね。二人の協力、私の求めてたものだね。どこまで私のところに来れるかな。ソフィア優勢だよな。はい。でも相手が最後と決めた攻撃、これは脅威です。全てをかけてきているわけですからね。生半可だと勢いで突破されますよ。この大会で何度も見た。もちろん逆転したこともあれば、そのまましのいで勝った試合もあった。ソフィアは最後に不可能支配の精度を上げました。そして負ける気はないですよ。ソフィアのピンクの霧に当たれば即死ですから。勝敗の鍵は MEL か。はい、確定要素、品格解放で一度沈んだ MEL ですが、完全にバハートさんの補助として動くことでまた別の効果をもたらすかどうか、そこが決め手ですね。近づいてもあの霧に触れちゃダメ。あれに触れると体の細胞がえびつになって突起しちゃう。この石の当たったらオーラとか守備関係なく貫通するよ。だから絶対に回避、石でできた傷は私でもないじゃないから。残り15メートル、すごいね。一度の過ちから二度目は完全に把握してる。学習能力が高いんだね。楽しませてもらったよ。でもね、どうあがいてもできないことだってあるんだよ。ほら、最後の問題だよ。早くバハートちゃんとエリッチの答えを見せてよ。ソフィアちゃん、聞かせて。その言葉は余裕から、それとも好奇心から？好奇心だね。私は別に勝つことが目的じゃない。楽しむことが第一の目的なんだよ。だから今こうやってやってるのも楽しいから、楽しくないならこんなに様子は見ないよ。その遊び心、ソフィアちゃんを異質に思えてしまう原因なのかもね。でもなんかわかった、ロイド艦長の言いたかったことが。遊び心は心のゆとり、私が必死にもがいてもソフィアちゃんは広い視野で動く、思考に余裕があるから戦場がいつまでも有利にならないんだ。いいかもね、そういうのも。ようこそ、次の高みへ、期待してるね。さあ、再度両者硬直状態。ソフィア選手はこの壁を守るか、バハート選手は打ち破るのか。最後の答え、私に全部見せてね。ならこれが私のアンサーよ。走り出てた。この範囲1メートルの異質の霧に対抗するつもりなんだね。でもどうせなら面白くしたいよね。ノーオペレーション。嘘、自分から絶対的な防御を壊して突破される予感があったんだ。あの絶対的な霧を、あなたたち2人ならどんな手を使ってでも乗り越えてきそうな。だから私も賭けに出るよ。最大のリスクをかけて、最大の成果をつかみ取る。これが勝負、これが娯楽、スリルの感じれない遊びなんて意味がない。モーションキル。両者とも顔で、これはどちらが勝つのか。重傷のバハート選手か、それともほぼ無傷のソフィア選手か。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。